ハファエル・カルバーリョは、ブラジルの男性総合格闘家、リオデジャネイロ州リオデジャネイロ出身。チームノグチ所属、元ベラトル世界ミドル級王者、ムエタイとブラジリアン柔術を学び、2011年に総合格闘技デビュー。2014年9月19日、ベラトル初参戦となったベラトル125で、 ブライアン・ロジャースと対戦し、パンチラッシュで TKO 勝ちを収めた。二0十五年十月二十三日、ベラトル百四十四の世界ミドル級王座決定戦で、ブランドン・ホール・ジーと対戦し、左ミドルキックで小勝ちを収め王座獲得に成功した。二0十六年五月二十日、ベラトル百五十五の世界ミドル級タイトルマッチでメルヴン・マルーフと対戦し、2から1の 判定勝ちを収め初防衛に成功した。2017年4月8日、ベラトル176の世界ミドル級タイトルマッチでメルヴィン・マヌーフと再戦し、左ハイキックで小勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2017年12月9日、ベラトル190の世界ミドル級タイトルマッチでアレッシオ・サカラと対戦し、右肘打ちで小勝ちを収め3度目の防衛に成功した。 2018年5月25日、ベラトル200の世界ミドル級タイトルマッチでゲガールムサシと対戦し、マウントパンチで TKO 負けを喫し大座陥落した。ありがとうございます。